旅人、気をつけた方がいい。今は観光に向いてない。あ、なんかあったのか。ああ、出るはずのない遺跡守衛が出没してるとの目撃情報が多数届いてるんだ。それらの出所を調べたところ、ある遺跡から突然出てきているということが分かった。誰かが起動させたってことか。わからない、まだ情報が少ないんだ。それにあの遺跡はかなり不気味で、中からカラカラっていう音が聞こえる。本部の許可が下りるまで我々も探索できないんだよ。とにかく一般人に被害が出ないよう、今は見回りを強化するしかない。確かに一般人が遭遇したら危ないもんな。心遣いはありがたいが、それで貴殿が危険な目にあったら申し訳ない。こいつは強いから心配ないぞ。そうなのか。それなら、山腹で遺跡守衛の足跡を見かけたんだが、通行人に注意することで精一杯で、まだ調査できてないんだ。おう、それを調査してほしいんだな。任せろ。千眼老子、揺るぎない。ありがとう、旅人。見回りが終わったら、俺も合流する。これがあの兵士が言ってたものだな。お、ここにもあるぞ。どうやら遺跡守衛はこの辺りで活動してるみたいだ。足跡がここまで。あ、あそこに遺跡守衛がいるぞ。異形を見届けよと。一丁上がり。周りを見てみよう。まだいるかもしれないしな。お兄さん見て、すごく大きい。変わった格好をした子供だな。こんなに近くで見たのは初めてだよ。これ何か知ってる？え、違う違う、こいつの名前は毒眼坊だよ。毒眼坊？そんな可愛い名前だったっけ？うん、お兄ちゃんが教えてくれたんだ。僕のお兄ちゃんはおもちゃ屋の販売員でね、こういうのを売ってるんだ。今リーユエのおもちゃ研究所にいて、毒眼坊はそこで生まれたって。お兄さんもおもちゃ好きだよね。飛んでるそれは最新型かな。話せるんだね。そうだそうだ。ご苦労さん。何か。おや、この坊やはよその国の子かい？さっき知り合ったんだ。坊や、この辺りに人殺し機械が出没してるんだ。危ないぞ。人殺し機械ってこんな感じの？そうだよ、こいつもだ。動き出したらまずいぞ。人殺し機械なんかじゃないよ。毒眼坊は正義の味方だ。毒眼坊？お兄さん、毒眼坊の悪口を言ってる人は悪いやつだから相手しちゃダメだよ。坊や、俺はただ心配で。すまない、子供の相手は苦手なんだ。この子のことはオイラたちが何とかするよ。ああ、助かる。俺は見回りを再開するが、その子を安全な場所に連れて行ってくれ。ここは危ないんだ。
毒願望が悪いやつを追い払った。あ、僕はテンセル。お兄ちゃんを探すためにスネージナヤから来たんだけど、居場所がわからなくて。スネージナヤか。そうだ、こういう時は、はい。お、なんだ、重いぞ。これは、お兄ちゃんからもらったんだ。これを気になる人に渡せば相手も優しくしてくれるって。すごい理屈だな。これでスネージナヤからリーユエまで来れたのか。テウセルはお金持ちの子なんだな。おもちゃ売りは儲かる仕事だったのか。本当に？お兄さん、ありがとう。じゃあ僕と指切りしてよ。指切りゲンマン、嘘ついたら氷漬けにされる。指切った。スネージナヤらしい指切りの歌だ。しばらく子守りするしかなさそうだな。でもどこを探せばいいんだ。おう、いいアイデアだな。行ってみよう。もう出発するの？お兄ちゃんに会えるかな。皇子様、それはよろしくないかと思います。一回だけだしいいじゃないか。ぎっ、こいつもいるのか。お兄ちゃんだ。お兄ちゃん、お兄ちゃん。この声、まさか。ああ、テンセルだ。兄ちゃんへのサプライズかい。テンセル、スネージナヤに戻らないと会えないと思ってたよ。トーニャ、それからアントン、みんなはどう？元気かい？みんなお兄ちゃんに会いたがってるよ。トーニャお姉ちゃんは毎日お兄ちゃんの無事を祈ってた。待って、テンセル、どうやってリーウェイに来たんだい？連絡も何もなかったぞ。お兄ちゃんが乗ってるかなと思っておもちゃ売りの船に乗ったんだけど、船を降りた後歩いてたら毒願望に遭遇したんだ。毒願望が悪いやつを追い払って、それからこのお兄さんと一緒にここに来たんだ。しかも孔子の弟だったのか。なんか兄弟揃ってモラをくれるんだな。危ないぞテウセル。会えたのは嬉しいけど、もうこういう危ないことをしないと兄ちゃんと約束してくれ。あ、わかった。お兄ちゃんごめんなさい。怒ってないよ、心配してるだけだから。それにこの二人じゃなかったらもっと危なかったぞ。ちゃんとお礼は言った？うん、ちゃんと言ったよ。やっとオイラたちに気づいたのかお兄ちゃん。ごめんね、家族はいつだって最優先だ。どうか分かってほしい。それに今は敵対する理由もないし、立場上の問題は一旦忘れてくれよ。俺たち仲良くしてたじゃないか。あの件に関して俺たちはただの駒に過ぎない。後片付けは対局をしていた当事者に任せよ。俺が気にしているのは俺たちのあの一戦だけさ。なんだ、もう一度やるのか。このタルタリア、前と違って次は簡単に負けないよ。おい、今からやるのか。今回はいいや、子供の教育に良くない。喧嘩？お兄ちゃんはこのお兄さんと仲悪いの？まさか。もう一度礼を言うよ。弟を送ってくれてありがとう。俺にとって大事な家族なんだ。そういえば聞きたいんだけど、テウセルのお兄ちゃんはおもちゃ販売員だよな。でもお前はファデュイ。ああ、それは。子供にとっておもちゃ売りは人気のある仕事だろ。それに家族にはファデュイ、国の闇に触れてほしくないんだ。
俺が上皇に使われていることを知ってる家族もいるけど、末っ子のテウセルには、俺はスネーシナヤで一番人気のおもちゃ販売員、今はリーユへのおもちゃ研究所に所属してるんだ。わあ、お兄ちゃんすごい、毒眼坊の相棒だもんね。テウセルの前では会わせてほしい、頼む。そうだエカテリーナ、回収の件今から出発するから。逃げようとしてるじゃないか。しかし皇位様に借金回収をさせるなんて、それは仕方ない。賭けであのデッドエージェントに負けたんだから、体を動かしてくるよ。おもちゃを売りに行くの？ああ、テウセルと一緒にいたいけど仕事があってね。このお兄さんに相手してもらおうか。お前んちの家政婦か。うん、このお兄さん好きだよ。それに一緒にいてくれるって指切りしたもん。うん、テウセルは君のことが好きだって。それに一緒にいるって指切りしたらしいね。頼んだよ。あとこのモラを受け取って、活動資金としてね。テウセルにリーウェイを案内してあげて。何かあったら俺は聖教羅付近の川辺にいるから。ではまた。あれ、あの色とりどりの羽みたいなものって何？タコだよ。リーウェイで大人気のおもちゃだ。珍しいお客さんだね。その服、スネージナヤから来たのかい？へへ、そうなんだ。このタコっておもちゃはどう遊ぶの？風が吹いている時にそれを空に飛ばすと高く飛ぶの。わあ、すごいね。毒眼坊柄のタコはないかな？毒眼坊ってみんなに知ってもらいたいから毒眼坊を飛ばしたいんだ。オーダーなら受け付けているけど、でも図面が。僕が描いた毒眼坊でいい？ずっと持ち歩いてるんだ。それならやってみよう。でもオーダーメイドは高いけど大丈夫かね？講師からもらった活動資金があるから大丈夫だぞ。ま、また。でも無駄遣いは良くないな。だから活動資金だけど、残ったお金はとにかく値段交渉しようぜ。その値段なら、問題ないよ。オーダーを受けようかね。ありがとう。任せなさい。次は万民堂に行ってみようか。せっかくリーユイに来たんだし、美味しいものを食べないと損するぞ。いや、3名様かな。このレストラン、なんかすごい匂いがする。すごい匂い。なあ、この万民堂定番の激辛料理のものかな。激辛？でも僕辛いの苦手。それは残念だ。辛いのが苦手なんて人生の半分を損してるぞ。そんなにか？あと砂糖をいっぱいに入れて特製初絞りの植物オイルじゃないとダメなんだ。お坊ちゃまだ。万民堂の料理は口に合わないだろうな。場所を変えようか。注文はそれだけか？他には？あ、ウー師匠、それって？万民堂の料理はみんなの口に合うからこそ万民堂なんだ。それくらい満足させることができなきゃ、このウー師匠も料理人失格だよ。料理人の執念を感じる。じゃあウー師匠に頼んでここで食べるか。うん、
先に言っておくが、コース料理のカスタムは通常料金より少し高くなるぞ。もちろんルリ亭や新月軒ほど高くならないが。有料のカスタムが流行ってるのかな。でも値段に関しては、ひひ交渉させてほしいな。乗った。食材の準備をしてくるよ。やったー、楽しみだな。好きな席に座って、すぐできるからな。おいしいよ。うん、甘すぎる。もう飽きた。僕はちょうどいいかな。この味はトーニャお姉ちゃんの料理とそっくり。でもリーユエの料理をテウセルに食べてもらうために来たのに、なんか違う気がする。まあいいや。次はどこに行きたいんだ。不当がいい。お兄ちゃんのことで頭いっぱいだったから、まだ不当をよく見てないんだ。ああ、確かにリーユエ校の不当は面白いかもな。さすが、リーユエ人。貯金した方がいいよ。ああ、広いし賑やかだね。ここの波はずっとこうなの？凍ったりしないの？リーユエの気候だと凍結することはないと思うな。今までは旅人のガイドだったけど、せっかくだからテウセルにも説明してやるぜ。ここはリーユエのビジネスの要所で、貿易を中心に発展するリーユエ港は七国最大の貿易港なんだ。商船の他に漁船や貨物船もたくさん、寄港して、その物資の補充とか、それも港の積み下ろし料の、途中までしか暗記できなかった。オイラの言葉で説明するとだな。そう、この港はテイワットの口みたいなもんだ。各国の船はみんなこの口に入る。その後、港は船や貨物を食べて、最後リーユエ港はお腹いっぱいになってモラがいっぱいってわけだ。ねえ、あの大きいフックは何？見てみたい。おい、勝手に行くなよ。てか話聞いてなかった。近くで見たらもっと大きい。これは碇といって、船を止めておくために使われるものだな。碇。うん、覚えた。でもやっぱヒゲ船長と似てるな。ヒゲ船長？変わった名前だな。毎年僕の誕生日にお兄ちゃんは大きいおもちゃをくれるんだ。ヒゲ船長、鋼のジャック、アイアントニー、みんな庭に置いてるんだ。そうだよ、だから持ち歩けないんだ。残念。使用で工業資源を使う執行官と、それを黙認するスネージナや、今なら遺跡守衛をおもちゃだと思うテウセルの気持ちもわかるな。でも一番好きなのはやっぱり毒願望。今回お兄ちゃんと会う以外に一番したいのは毒願望と遊ぶことなんだ。あ、お魚が売ってる？見てみたい。おい、勝手に行くなってば。お魚屋さん？リーユエのお
魚はこんな感じなんだ。小さい。誰の魚が小さいって？若いのにもう冷やかしを覚えてるとはな。子供なんだから気にしないでくれ。でもさ、ここの魚は十分大きいと思うけど、テウセルが見た魚はどれぐらい大きいんだ？パイモン200匹分くらい。故郷の伝説に出てきたお魚でね、とっても美味しいんだ。この話をしたら、お兄ちゃんは海に出てお魚を捕まえに行ったんだ。数日後、お兄ちゃんがそのお魚を肩に担いで戻ってきてね、すっごい嬉しかったな。それ本当に魚？冥界巨獣とかじゃないよな。ねえお兄さん、あそこの船を見に行こうよ。どうしたんだ？疲れたのか？なんか不機嫌だな。お兄ちゃんに会いたい。さっき会ったばかりだろ。でも会ってすぐに別れたんだよ。ねえお兄ちゃんに会わせて、お願いだから。わがままには耐える必要があるな。よし、結構長くテウセルの相手したしな。ベストは尽くしたよな。講師は聖教裏の川辺にいるって言ってたし、探しに行ってみるか。やった。